前回は、単車、前車を定義しました。それで、今ですね、車造 F が、前車、かつ単車と。の時、F を全単車と言います。で、この時に、F がですね、今こう、X から Y への車造 y というのが、これが、全単車だとしましょう。そうすると、2の y に対して、この逆造という、これですね。これは、ただ一つ存在します。ここで逆造の定義をやりましたが、この集合の弦の数がただ1個と、空にもならないし、2個以上にもならないと。この集合の弦はただ1つになるわけです。で、その弦を、X として、Y に対して、X を対応させると。こういうものを考えます。で、これを、F の F の逆車造といって、で、これが、定義ですね。定義はデフィニッションというので、デフと書きます。で、この時に、逆車造も、書きます。で、ちなみに逆車造は英語ではインバースマップと。で、前回大学生の数学では、車造も関数って呼ぶと言いましたので、この逆車造というのはもちろん、逆関数と呼んだりもします。高校生の頃、逆関数というのはグラフをy イコール x に沿ってひっくり返したもんだと直感的にやったかもしれませんが、逆車造、逆関数のきちんとした定義は、2の y に対して、f インバース1の y というのはただ一つ存在する。全体車の時には存在するわけですね。で、その時に、y に対して x を対応させると。で、これを F の逆車造と言います。もちろん、ここに、書きませんでしたが、ちゃんと口で言ってしまって書かなかったので書いておくと、F は全単車とすると。で、もちろん、全単車でないときには、逆車造、または逆関数というのは定義できないわけです。ね。全単車。それから、
逆写像と大事な概念が出てきました。そしたら例をやります。こんな風な写像を考えましょう。X という集合は1と2と3しかないと。それから Y という集合は、まあ、4、5、6と。で、1に対して5が対応して、それから2に対して4を対応させて、3に対して6を対応させると。これを、まあ、F という写像だとしましょう。まず正確な書き方だと、こう、縦棒がいりますね。それで、この時、F のインバース1、4というのは、これは、こっちからこう見ればよくて、これは2です。それから、F のインバース1、5というのは、こう見ればいいので、1。それから、F のインバース1の6というのは、こう見ると、まあ、3になってるわけです。で、これが、逆写像であるわけですね。それから次、例3を考えると、例3の場合というのは、X1 っていうのが Y1 コスシータープラス、y2 サインシータ。それから、x2 っていうのがマイナス y1 サインシータープラス y2 のコスシータだったわけです。したがって、これ、きちんと2の y に対して x が一時的に決まるわけですね。X というのは X1、X2 の組のことです。一時的に決まるわけです。したがって、これが、F インバース1を表しているわけです。いいですね。だから、逆写像を求めなさいと言ったら、まあ、こういう例の場合には方程式を解きなさいというような、ものなわけです。それから次の例。F っていうのは、R の正の部分ですね。この x に対して、x 事象を対応させなさいと。こんなものを考えます。ちなみに、この記号というのはどういう意味かというと、x は実数であって、かつ x というのは0以上であるという意味で、こういうふうな記号を使っています。で、これは、この時、y イコール x 事象というのをこう逆に解いてやると、x イコールプラスマイナス、まあ、ルート y となっているわけですが、今、x というのは必ず、比符だと言っているわけです。したがって、x はルート y であるわけですね。x は、こうなっているわけです。したがって、f インバース1というのは、どういうものであるかというと、ここの y に対して、ルート y を対応させると。で、まあ、ここ y って書きましたが、もちろん、
記号 X 使ってもよくて、X に対してルート X を対応させると。まあ、こんなふうに書いてもいいわけです。で、これが逆写像になっていると。で、まあ、高校生風にやると、まあ、ここに書いてある、これがこう、これが y イコール x 次乗のグラフなわけですね。で、逆写像の方のグラフは、こんな風になっているという、こういう具合になっているわけです。次に、また定義が続きますが、合成写像を定義しましょう。これは英語では、コンポーズド。マップと言います。で、これは、合成関数の一般化ですね。で、定義をします。今、F というのは、X から Y への写像としましょう。それから、G っていうのは、Y から、Z への写像だとします。で、この時、G〇F っていう、合成写像ですね。これは X から、Z への写像なんですが、これを、G〇F の X というのを何に対応させるかというと、G の括弧の F の X と対応させる。定義します。それで、ここの、これのことですね。これのことを、F と G の合成写像と呼ぶわけです。呼ぶわけです。で、まあ、例えば、例としては、例えば、ここに1、2、3というものがあって、これが X ですね。で、ここに Y にやっぱりこう1、2、3というものがあって、で、Z にまた1、2、3というものがあったとしましょう。それで、まあ、ここの1は2に対応させて、2は1に対応させて、まあ、3は3に対応させると。これをまあ F だとしますね。
で、それから、やっぱり、1を2に対応させて、2を1に対応させて、3を3に対応させるというのを、G だとしましょう。G だとします。そうすると、この時に、G‐F はどうなるかというと、これの1を考えると、まあ、こう行ってこう行くので、やっぱり1ですね。それから G‐F というのの2というのを考えると、こう行ってこう行くので、これも2です。それで、G‐F の今度3っていうのを考えると、こう行ってこう行くので、やっぱり3です。だから合成写像は1を1に移し、2を2に移し、3を3に移すという、こういうのを高等写像と呼ぶわけですが、高等写像になっています。で、今、ちょっと高等写像もちゃんと定義しておきましょう。今、F というのが、X への写像であって、F っていうのは、X の2の元 X に対してまた同じく X を対応させると。このような写像を、と対応させる写像を、X 上の高等写像という で、またちょっと問いを一つしておきましょうか。今、fx というのは、1で0です。で、x が、こう有理数ですね。の時、1で、で、有理数じゃない時には、ゼロだという、こういう写像だとしましょう。で、まあ、F は、実数から、実数への写像だとします。で、この時、F 丸 F は何かと。で、まあ、今までいろんな概念やりましたが、大学生の数学をやるにあたっては、まず定義をしっかり理解して、で、正しい、まあ、数学語というか、こう、任意とかですね、存在とか、ちゃんと正しく使って、書けるか。
それから、例をいろいろ知っているかと。例をいろいろ言えるようになってください。それで、例えば、ここで言えば、合成関数の合成写像の定義は何？とか言われたら、こんなふうに F は X から Y への写像になって G は Y から Z への写像としたときに、こんなふうに定義したもの、これを合成写像と言いますというふうにさっとこう書けたりしないといけなくて、それでじゃあ合成写像の例を言ってくださいとか言ったときには、例えばこんな例だとか、いろんな例を、ちゃんと言えるようになってください。で、そもそも高校生までの数学では結構こう目に見えて直感的なものを扱ったりしたわけですけれども、大学生の数学ではこう直感で扱えないものを直感ではこう、ハテナというようなものを扱います。で、そういう時頼りになるのが、論理だとか、あとはこう計算であるわけですね。だから目に見えないもの、直感ではよくわからないものを論理とか計算でこう正しく理解していくためには、どうしても定義をきちんと理解していて、で、定義を正しい数学語で書けて、論理的に正しく扱えるというのが、大事なわけです。で、もちろん、最初は直感では扱えないものも、ある程度直感的に扱えることができるようになるわけですが、そういうスキルを身につけるには、やっぱり例をたくさん知らないとなかなかそういうスキルは、身についていかないものです。最後に、よく使う記号をもう一つ、言い忘れたのでやっとくと、A と B を集合とします。で、その時、A×B って書いたら、これは直積集合といって、こういう、組を表すわけですね。で、A は、口を消しゴムはもういいでしょう。A は A の元であって、それから B は B の元であるという、こういうものを、これを直積集合と呼びます。以上、たくさん定義が続きましたが、これは数学でもう非常にユニバーサルに使う、定義なので、この辺しっかりやっておいてください。以上です。